おはようございまーす。ティレットです。申しまーす。ドラゴンクエストモンスターバトルロードビクトリー実況プレイ始めていきたいと思います。先日ですね、いよいよ買いました。リングフィットアドベンチャー。ジョイコン僕壊れてたんで、それも合わせると、1万円の出費です。やばいや、ちょっとんで決めたことがあって、リングフィットで1万円分の収益を回収するまではちょっとこれやめられないっすね。そんなに回収するのに一体どれだけ、俺みたいな底辺が稼ぐのにどんなに苦労せばいいんやって話なんですけど、面白半分で投票作ったんですよ。今日の放送は何がいい?みたいな感じの投票を作ったんです。そしたらね、面白半分でみんなリングフィットアドベンチャーに出るんです。今回使っていくモンスターはキラーマシン2悪魔神官ジュラーン。さあ、というわけで、山ダンジョンの3体が集結いたしました。今回は結構シンプルなチームだね。シンプル is best。というわけで、やっていきたいと思います。どうもちょっと待って、切り裂きビエルというかいうやばい奴がいるんだけど、大丈夫かな?まあ、大丈夫だと思いたいけどなさあ、やっていきましょう。今回は結構シンプルですね。純粋になんか、ね、ラスダン一歩手前にいそうな連中が揃った感じです。行きましょう!キラマシン2、すべての武器で攻撃!よいしょー!素晴らしい!強い!そして、賢さマスターの見つけをしちゃうんで、もちろんね、賢さね、上げてありますよ。260から繰り出せる、ベギラマが、ドン弱いって相手が悪い。まあ、鮮やかな剣技はね、デュラハンとキラーマシン2が対戦を持ってくれてるんで、問題なしと。まあ、そんなに強くないんで、そこは大丈夫ですよ。うん、問題はデインの方なんで。さあ、ドラムラッシュ!よく当てた!よく当てた!うお、うお、おい、せーの!うおっしゃー!うおほー!嘆きの亡霊が、ボッコボコにされていく。嘆きの亡霊も、だって、それはもうね、避けないデコイですから。悪魔神官をさらにね、弱くしたようなもんですからね。しゃあないですわな、そら。いや、こいつの打撃体制の低さはやばいからな。まあ、多少のダメージは目をつむろう。あー、ちょっと待って。これやっちゃったかも。まあ、いっか。このターンに決めてしまいそうですね。なんか。まあ、それはそれで仕方のないことです。うちらのチームは強すぎるだけということで、お許しいただきたいというわけですよ。今回は結構火力に曲振りしたチームですね。なんか前回早いチームとか、なんか前回なんかビューンっていうようなチーム出てきましたけど。今回はふざけなしです。ふざけなしの火力。火力よ、やっぱ。みんな火力高いからね、モンスターとしては。おっと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 。歌い出すー嘆きの歌を誰が歌えと言った。USA じゃないんだわ。ドルマはやばい。ドルマはキラマシン通過せ、ね、そうやって焼灼点取られてるからね。さあ低空飛行で、すべての武器で攻撃せーの、よいしょーす、すげーデッドリーウェポン。いやー、火力高い。火力高い。いいね。さあ、今回の場合は悪魔進化のベギ玉の高さにね、震えてもらいましょう。雷神波でめっちゃ悔しそうな気がするんだけど、ずっしりもあれでいいのすんげえ気になるんだけど。幸先よく。さあ、物絵から、エネルギー、充填、高度059、行くぜー。あ、なんでお前が受けて、一番当ててほしいやつに。かまいたち 6! ちょ待って、それやばい、それやばい。よーおーお前もかーい、お前も受けるんかーい。悪魔神官まで受けました。ズッシオまでも受けたし、悪魔神官も受けたし、一体何なんですかね、この戦いは。さあ、スローイングアックスは、まあ、大丈夫。悪魔神官が吹っ飛ぶぐらいだ、せいぜい。サミダリ剣に逃げてくれるのはありがたい。いいね、悪魔神官いい、いい受け率。
やっぱね、変わってくるな、こうしてみると。やっぱ、マスターダブルスキャンでね、回避率上げるとやっぱ変わってくんね。でね、大事な時に全然受けないんですけどね。うん。うわ、強ー！やばい！やばい、強い！今のは強かった、素直に。ちょっと待ちますね。このチームですね、まあまあ、勘のいい方なら気づいてると思うんですけど、まあ、とある技が使えるんですよ。単純に火力高くて、殴り合いができて、で、リーサルウェポンが撃てるチームというわけなんですよね。はい。いや、強いな、ベギ玉。これはもうすごい火力だわ。まあ、相手が相手だ。相手が攻撃力に弱い連中だからしゃあないよな。お！来ました。嘆きの歌のね、精神的行動符の、デュランハーンってこう考えてすげえ強いモンスターに見えるな。耐久、攻撃呪文にね、めちゃくちゃ弱いわけでもないし。まあまあまあ、サミダイ剣なら言ってか、理想コード引いてんな。理想コード引いてんだったら文句はないけどさ。そりゃ。強烈なビームを放つコード059、せーの、優勝、うわーいちょうどいいとこまで削ってくれました。さあ、ヘビーアックスが、ジルハーンに行った。おお、おお、硬いよ、こいつは。さあ、リーサルウェポン、行きましょう。コンボ、トゲトゲ大好き連携、我ら。我ら、トゲトゲ大好き連携ぞ。コンボ3体で発動。コンボ1人、コンボ ?1 人コンボなの？さあ、コンボずつ999、悪魔の鉄椎行きます。結構ね、属するやつが多いんですけどね、トゲトゲ大好き連携。行きましょう！もちろん落ちてくんな、トゲトゲーせーの、よいしょま、これがやりたかっただけっていうのもある。あれ？なんか嫌な予感がすんねんけど。大丈夫かな？わー強そうな合体モンスターだなぁ。まあ、言わんこっちゃない、ほら。処刑確定してた。もう出落ちなんだよ、完全に。あー、神田太陽。あー、頭抱えとる。おー、マッスルポーズ。いや、さすがにあのままじゃ終われないね。さあ、悪魔の鉄槌ということで、私たちは悪魔の力を得ています。まあ、悪魔神官とか言うぐらいですからね。というわけでですね、悪魔に対するは、天使ということで、打天使エルギオスさんをお呼びしましたって。これまたすごいのが出てきたなぁ。さあ、勝負だ！まあ、どっちかっていうと、キラーマシン2も悪魔神官も、デュラハーンも、まあ、デュラハーンはちょっと違うか。あの、1に実装されたモンスターなんですよね。その1のモンスター、デュラハーンもね、あの、2に実装されたとはいえ、あの、かなり後ろ、あの、前の方、かなり最初期の方で出てきたんですよね。だから、後期に実装されたエルギオスに、まあ、下克上と言わんばかりのね、あ、これね、で、ちなみに通り悪いっす。したねっす。あ、でも十分 !316 だっていうのは十分だ。天使の断り、まあ、打撃ならいいんだけど、止まんなければいいかなっていう感じだな。それいい余計いい余計入ったね、今。オッケーオッケーオッケー、行くよ。低空飛行で突撃するー、せーの、よいしょ、素晴らしい、素晴らしいね。出だし好調。いいよ、出だし好調。よし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 。ここで吹雪。凍える吹雪か。悪魔神官隊が飛んでくだ。おい、お前が受けるんかい、お前が受けるんかい。避けなくはねえけど。4だけど。4% だけど。びっくりしたわ。お前がひょいって受けたら。こっちがびっくりするじゃんか。いけ、よし、よく当てた。いい、いい命中率だ、今日は。よいしょ、600出てんな。600はやばい。600はやばすぎる。すごい勢いでエルギオスの HP を削っている。 HP 削らんでもとどめでいいのにね。とどめでいいのにね。とどめで素直に決めちゃえばいいのにね。そんなガンガンいって大丈夫かな。
でもこれだったらなんか安定しそうにだね。4ターン目に天使の歌使うだけでもう安定しそうな感じに入ってきてる。怖いのはこのターンだな。でも調子に乗ってるとひっくり返されるのがこのゲーム。波動ウー、それだったらもうほぼほぼマリベル城出せば終わるんじゃないかい。するってえとこれはもうマリベル城で勝ちじゃねえかい。これねー、この会心率がね、赤目でやってくれるといいんだけどね。じゃあマリベル城呼びましょうか。まあ保険保険保険ですよ、あくまで。 GO。 まあそこまでね、打天使の怒り食らった、まあマダンテはやばいか。マダンテ食らった時にどうなるかって話だけどな。そうだね、マダンテ食らったらすごいことになりそうだな。でもこんなに削っちゃったね、HP。いい感じだよ。オッケー。いいダメージ出てる。いいよ、勇気も溜まったよ。よし。ここは問題なく勝てるね。よかった。ここで負けたらどうしようかと思ってた、俺は。打天使の怒りです。悪魔神官が飛ぼう。あ、いや、お前なの？ちょっ、ドン !900! いい耐久。打天使の怒りって、あれ？普通の打撃だけどね。なんか爆発ってわけでもないのによく、なんか珍しいところなんだな。まあいいや。てか、すげえ！こんなに HP 削るなんてお前らすごいじゃん。軽かったね。レッツゴー！イエーイ！みんなにダンスダンス！いや、すごいね。よくここまで、てか、天使の歌もいらなかったっていうことなんだよね。いや、白目とはいえ、よくやってる。さあ、問題は次だぜ。まあね、白目ギオスは、まあ確かに白目の中ではまあ強い方には入るんですけど、まあ、倒せて叱るべき相手と言いますか、まあ、パスでも倒せますんで、あんな。あいつね、全パスで倒せるんですよ。全パスで倒せるやつなんでね。はい、問題はここからです。最強、ほぼ最強格、赤目最強格のね、エルニオス赤目と登場です。さあ、勝ち筋はというと、さっきみたいに会心をポンポンポンって出してくれるとありがたいんだけどね。打撃に耐性がつきました。はい、体色が変化しただけではなくね、すっごい体色悪くなりましたけど、エルニオスも赤目になって、さっきみたいな会心をポンポンポン当てないと、なんとね、打撃の通りが非常に悪くなっております。よいしょー、ナイスです、すいません。今日いいね、お前。今日、ね、ロビン2ちゃんいいじゃないか。だいぶいい。お、いいね。しかもここ避けるのさっき見たよ。あー、でもそこは見てない。その展開は見てないな。さっき見た展開やけど。さあ、前に、よし、オッケー。なぁ。打撃耐性のウィクラ315。ジムだ。ね、ベキナが通り悪いっす。やっぱ通り悪いっす、これ。でもね、でも300が出るよ、十分。よし。ちゃんと出てるね。で、ここで動けないの痛いなー。ここ動けないの痛いねー。削るのも大変？止める攻撃もある？いてつく波動もある？火力高い？と、まあ、40区ぐらいしてるからね。やばい、悲しみ。あーがん、あーがんだ、やばい。一番飛んではいけないところに、いっと、えは？は？ちょ、避けろって。避けろ、大事なところでなんで避けるよ、お前、大事なところで全然避けねえじゃねえかよ。全然大事なところで避けてくんないじゃねえかよ。やばいって。やばい、強い。これが、最終期に実装された魔王だというのか。うわこれが2最終期に実装された魔王。おい、じらすね。じらすじゃないの、なかなかじらしてくれるじゃないの。それともなんだろう、自分たちにお慈悲かな。俺たち三位一体、トゲトゲ大好き連携、いけ必殺技、悪魔の鉄槌、見せてやれ、お前たちの
天使に向かって悪魔をの鉄槌を落としてやる。まあ、天使なんてね、どうせ大体どのゲームでもね、なんか性格悪いやつ多いんでね、今更ですよね。ゴー !590! まだだ、いける、こう、これはマリベル上案件でしょう。これはマリベルに出てもらって、問題は打天使の悲しみだった場合だよね。悲しみだったら受け切れない。やばい、悲しみだ、やばい、避けろ、やばい、やばい、これは本格的にやばいな。さあ、まあ、マスターダブルスキャンで上げた回避率で避けてくれないと死にます。おっと、相手の攻撃避けろ、よっしゃー、オッケー、見事、見事に避けた、来た来た、まだあるぞ、まだあるぞ、よいしょ、いける、いける、いける、まだ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 いける、いける、まだいける、まだいける、まだ参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 るぞ、お前ら、いけるぞ。これさ、俺今思ったんだわ、これ悪魔の鉄槌なんていうバカなことしなきゃこれ勝てたんじゃねえかって。俺今諦めてない、避ければいける、そんなことを今思ってんだわ、脳内で。悪魔の鉄槌なんてしなきゃさ、俺使ってたんじゃねえかなって今何を今更、何を今更言ってるのって話なんですけど、これ悪魔の鉄槌しなきゃ勝ててますよね、有機量的に。うん。いや、ここ避ければいいのよ。同じよ。天使のこだわり、これさ、あんかん、ピロレ、避けろ、避けろ、頑張れ、俺に言えることは一つ。すまん！